卓球のアジア選手権、カザフスタン・アスタナは9日、女子団体決勝が行われ、世界ランク2位の日本が中国、同1位を3対1で下し、2大会ぶりの優勝を果たした。中国を破っての優勝は、1974年横浜大会以来50年ぶりの快挙となった。中国メディアは、自国チームの敗戦に落胆、世界ランク1位、 孫英佐を破り勝利の盾役者となった張本美和、木下グループを中国にとって最も警戒すべき対戦相手となることは間違いないと称えている。画像、この画像を見ただけで癒される。中国メディアが絶賛した試合後の張本美和と孫英社の交流中国メディア卓球ネットは中国女子団体が日本に敗れる。チーム全員、肩を落として日本チームの喜ぶ姿を見守る。 孫英シャーは疲労。マリン監督は手を振って応援に感謝。という見出しで記事を掲載。試合終了後、中国チームの選手は大きく肩を落とし、落胆していた。中国卓球にとって、優勝を逃すことは失敗に他ならないと、敗戦を大きく伝えている。一方で敗因について分析。試合を見た人ならわかるだろうが、原因ははっきりしている。 まずは試合が間隔を空けずに行われていたこと。さらに、選手はチャイナスマッシュが終わったばかりで調整の時間がなかった。転戦、連戦の選手への影響は極めて大きいとし、第4試合に登場したソン・エイシャーに関しては、たびたび息を切らし、下を向いていた。ソン・エイシャーは時差の影響はあまりないらしいが、試合が行われたのは北京時間の0時過ぎだ。 ベストの状態に調整するのは至難の技だとかばった。続けて大金星を挙げた長本にも言及。張本美和は一人で中国選手を二人も打ち負かしたわけだ。中でも孫エーシャーとの試合では逆転で勝利を収めており、その全てが予想外で実に素晴らしいと称賛した。その上で、この活躍で明らかになった通り、 次のサイクルにおいても彼女が中国にとって最も警戒すべき対戦相手となることは間違いない。おそらく今後は中国チームも彼女について研究することになるだろう。彼女を完全に抑えることができるか否か注目したいと最大級の警戒を示している。